今回はラズベリーパイと USB カメラオープン CV でトマトの座標と大きさを表示します。ラズベリーパイに USB カメラを接続してトマトの写真を撮影しています。パソコンはリモートでラズベリーパイに接続しています。ではやってみます。オープン CV では X 座標は左から右、 Y 座標は上から下です。右に行く、そうそう、で X が大きくなる、で1回戻す、で下に行く、映ったままな、そうそう、はい、だから Y が大きくなる、でそのまま右に行って、右、はいはい、OK、映るとこまでな、ここが大きいとこね、で真ん中にする。今回はトマトの大きさを半径で表示するようにしました。ら大きくなる。オッケー。あの R がね。そうそう。はい、OK です。今回の動画は以上です。今回使った Python プログラムです。ご視聴ありがとうございました。